視聴ありがとうございます。葵です。本日はガンバサポの葵が行くサガン都市遠征記の2回目になります。ここは新大阪駅。今回は新幹線でまずは小倉駅に向かいます。この時朝の7時20分ぐらい。新大阪駅は結構混んでいました。夏休み終盤の土曜日なので皆さんどこかに遊びに行くのでしょうね。また私と同じガンバサポの方々を多く見かけました。同じ目的の仲間を見ると嬉しくなります。そして私は7時35分の光に乗ります。なぜ光っていうと、今回は日本旅行のバリトクこだまを利用しているからです。バリトクこだまはのぞみには乗れませんが、新大阪駅から博多駅まで8600円で行く。またセブンイレブンでポチッとギフトを受け取ることができます。セブンプレミアムのカフェやお茶など選ぶことができます。本当にありがたいことです。切符は JR の各駅のチケット券売機でメールに送られてきた QR コードや JR 認証番号、 JR 引き戸番号を入力することで簡単に発券することができます。ただ先ほども言いましたが、のぞみは使うことができないので小倉駅や博多駅に向かうのには時間がかかります。特定の時間でしたらこのように光を利用することができますが、基本的にはこだま利用なので時間がかかっても OK で、安く済ませたい人には本当におすすめいたします。一部ののぞみでは停車する福山駅に停車、また新下関駅にも停車いたします。停車駅は多かったですが、のぞみに追い越されることがなかったのでそんなに時間がかかった感じはしなかったです。だいたい新大阪駅から2時間20分ぐらいで小倉駅に到着いたします。本当に快適でした。次回もバリトクこだまを利用して博多とかに向かいたいと思いました。そして海や煙突、 J3 のギラバンツ北九州のホームスタジアムである三国ワールドスタジアムが見えてくると小倉駅ですね。ガンバ大阪 U23 のチームがあった際に行けばよかったと後悔しているスタジアム。また機会があれば行ってみたいと思っています。人生2度目の小倉駅。ちなみに1度目は新日本プロレスの棚橋宏選手の試合を別府で見た後、特急ソニックで下車した時です。そういえばまだ行っていませんでしたね。なぜ小倉駅で降りたのか。そう、今回小倉競馬場に行ってみたいと思ったからです。小倉競馬場にはこのモノレールで向かいます。 JR の小倉駅からすぐの場所にモノレールの駅があり、迷うことはないと思います。銀河鉄道999のメーテルがラッピングされていたモノレールに乗って小倉競馬場駅に到着。小倉駅からだいたい10分ぐらいですね。意外と早かったです。さらにモノレールの駅から改札口を出るとすぐに競馬場があります。阪神競馬場みたいに地下道などを歩かなくて済みます。またパドックも近くにあります。テレビで見たパドックがそこに広がっています。小倉競馬場のパドックにはミスト噴霧器が設置されています。夏の小倉競馬場は本当に暑いので、周回するサラブレッドたちが少しでも涼しくなればいいですよね。この日は大きなレースが2つ行われました。まずは障害の中小レース小倉サマージャンプ。ジャンプ自慢のサラブレッドたちが小倉に集結いたしました。ファンも待っていたのか、ファンファーレの後拍手が起こりました。
数々の障害を乗り越えた全10頭のサラブレッドたち、落馬なく無事みんなゴールできたのは本当に良かったです。勝ったのは障害の G1 レース中山グランドジャンプで4着だった帝王ソクラテス、堂々の1番人気に応えましたね。騎手の草勝氏が熱中症になってしまって、レースが終わった後に落馬してしまいトラブルもありましたが、それの障害レースで最も権威のある G1 中山大障害に向けて最高のスタートだったと思います。そしてもう一つの大レースがひまわり賞です。九州産のサラブレッド限定の唯一のオープンレースです。 JRA だけでなく九州の他の地区のサラブレッドたちも参加できるので、よく九州産のダービーとも言われているみたいです。前走きっちり勝利したサラブレッドだけでなく、2勝利ながら格上げ挑戦をしたり連投したりなど、九州産のサラブレッドたちはこのひまわり賞を目標にこの夏頑張っています。勝ったのは TM チラロン。直線でちょっとフラフラしていましたが、一気に突き放しての勝利。この中では一つ抜けている強さだったと思います。もしかしたら連投で小倉競馬場の最後の大レースである小倉2歳ステークスに出るかも。なのでもし出るとしたら穴で買ってみようと思います。本当に残念ですが、先ほどのひまわり賞が終わった後、小倉競馬場を後にいたしました。トスに向かわないといけないからです。行きは人が多くて撮影できなかった競馬場の入り口です。そしてすぐ後ろにあるのがモノレールの駅です。モノレールの駅から本当に近いってのがこれで分かっていただけたと思います。前に見えるのは臨時の改札口ですね。おそらくメインレースが終了して帰る人が殺到するときにオープンするのでしょうね。この後小倉駅に戻り、特急ソニックやカササギを乗り継いでトスに向かい、そこでサガン鳥栖とガンバ大阪の試合を見ました。その動画は該当欄とかに載せておきます。もしよろしければご覧ください。鳥栖駅近くのホテルに泊まった次の日の朝です。この時は朝5時20分ぐらいで、まだ日が昇りきっていないですね。まだまだ暑いですが、秋が少しずつ近づいていることがわかります。試合後はめちゃくちゃ混み合うこの歩道橋。朝5時ぐらいでしたら、さすがに誰も歩いていなかったです。福岡空港朝8時発のピーチで関西空港に帰る予定なので、鳥栖駅はほぼ始発の5時半発の博多駅に乗りました。線路に草が生えているのを見るとローカル路線だなあと思います。大阪市内とかでは見ることができない光景です。この後電車内でうとうとしながら博多駅に到着、そこから地下鉄に乗り換えて福岡空港に。ビーチにはバスに乗って向かいます。横に飛行機が止まっているのを見ながら向かうのは結構楽しいかと思います。スカイマークの空飛ぶピカチュウジェットが見れました。これは本当にラッキーでした。そして私が乗るプリキュアとのコラボしているピーチの飛行機です。これも珍しい飛行機みたいなので本当に本当にラッキーでした。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。次回はコンサドーレ札幌遠征記になります。よろしくお願いします。